おお。チーズたっぷりですよ、ここ。この麺とチーズが絡まったところ、これですよ、これ。はい、どうも、料理のお姉さん、リュウジでーす。ということですね、私はね、今、無性に、辛い鍋がね、食べたいんですよ。なぜかというとですね、辛い鍋ってお酒に合うじゃないですか、皆さん。ただ辛い鍋ってなかなか作り方って結構難しかったりするんだよね。皆さん、私めちゃめちゃいいもん発見しました。こちらですね、一匹さんの赤辛サンマ、めちゃめちゃうまいですよ。辛い鍋が食べたかったので、これをこのまま裏に書いてある通りに、普通に作って食べようかと思ったら、料理研究家なのでちょっとオリジナリティを見せていただくとありがたいんですけどって言われて、僕もね、まあ、料理家なのでアレンジレシピ、今回は、僕の全力出し切ってこちらを使ってチーズタッカルビ風鍋、味付けがね抜群にチーズタッカルビ風の鍋に合うんです。これを今から作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、材料説明、いきたいと思います。まずですね、この赤辛鍋って、本来ね豚肉で作るんですよ。豚肉ともやしとかニラとかで、今回はまあそれとは、ちょっと違う、今回はちょっと違ったアプローチをさせていただきたいと思います。鶏もも肉を使います。キャベツはもう、半玉、だいたい350〜400g のキャベツ半玉、もうどっさり使います。で、あと玉ねぎ、中サイズが半分ですね、150〜180ぐらいのものだと思います。ニンニクと生姜、今回ねチーズタッカルビ風にやりますんで、ニンニクと生姜の香りを少しのせます。お豆腐、食感的にお豆腐を入れていただいた方がいいかなっていう風に思ったので、今回は口当たりのいい絹豆腐、はい、150g、 これ 300g ぐらい入れても大丈夫です。あとは彩りに糸唐辛子ですね、今回の肝になってます。ピザ用チーズをたっぷり入れて、旨味とコクがたっぷりのチーズタッカルビ鍋、これを作っていきたいと思います。鍋を作るっていうとね、体力がいりますので、ちょっとね、気合を入れていきたいと思います。はい、完成の味を想像しながら飲みながらやっていきたいと思います。まずね、お野菜から切っていきましょうか。玉ねぎ切っていきましょう。玉ねぎはね、鍋なんでもうこういう、スライスじゃないですけども、スライスか、1センチから8ミリぐらいのスライスにしていきます。ザクザク切ってあげましょう、はい、芯の方はね、ちょっと切り落としてザク切り、これも半分に切ってざく切りしましょう。もうこんな感じ、こっちのボウル。キャベツね、栄養価もねすごく高いんで、これね食べていただければね、栄養バッチリなんだね、これね。ニンニクの皮、薄皮だけ剥いておきましょう。両方すりおろしで入れるので、こうやって皮を剥いて、置いておきましょう。で、僕はまあこうやって、半分にこういう感じでですね、こう薄くね、そぎ切りしていきますね。スーパーによってはなんかこの鶏ももの細肉とかも売ってるんで、それ使っていただいても全然平気です。鶏肉ってね、すごくね出汁が出るんで、鍋物とすごいね相性がいいんですよね。だから鍋の場合はもも肉がおすすめです。あの胸肉でもできないことはないんですけども、煮込んでる間に胸肉の場合は硬くなってしまいますんで、もしくはね、あの骨付きの、手羽物とかそういったところでも美味しいと思います。はい、できました。今回は赤から鍋なんですけども、無理言ってですね、フライパンで、作らせて、もらうことにしました。なぜならうちに、大きな土鍋がなかったからです。あと今回ね、炒めてから煮るんですよ。炒めてから煮るので、フライパンで炒めてからそこに具材全部入れればそのまま鍋になるっていうような、利便性も一応考えてあります。土鍋でやる場合は、最初にフライパンで炒めてから、土鍋に移してください。そうしないとですね、土鍋は、炒めるように作られてませんので割れちゃいますんでね。今回は簡略化するためにフライパンで、作って いきたいと思います。じゃあ火にかけます。鍋熱してここに、ごま油、まあ、大体大さじ1大さじ1入れて、鍋に全体に油回します。で、ここに鶏もも肉、これね味付けしなくていいです。味付けはもうすべて、鍋スープにやっていただきます。このね、皮のねちょっとブヨッとしたところ、はい、これから油を出していきます。鶏肉の油がスープに染み渡ってですね、非常にコクの深い鍋になる。皮目重点的に焼いてあげてくださいね。
そしてこの鶏肉の香り、この油がこうじんわり出てくる香りを嗅ぎながら飲んでいきます。これいい鍋になるね、これはね。周りに焦げ目がちょっとついて、鶏肉の油、分かりますか？これ結構油出てきても分かりますか？これぐらいになったらですね、玉ねぎを入れて炒めて甘みを出していきます。玉ねぎも今日はもうごっそりとありますんでね。で、炒めて甘みを出していきます。玉ねぎはね、そんなに飴色に したりとかしなくて、ちょっとね、光ってきたら大丈夫です。このたっぷりのキャベツですね、こいつを入れていきます。こんもりとした鍋になります。やっと出ました、赤から鍋スープですね。これ3番っていう味なんですけども、旨味と辛さのバランスが非常にいい鍋スープになってるんですね。下にスープの美味しい素が、ね、沈殿してるので、ちょっと振ってください。振ってから開けていただいて鍋に流して全部入れてくださいね。おろしにんにくね、おろしにんにく一かけ分、生姜、チューブでもできなくはないんですけども、できれば生の方が香りが立って美味しいと思います。キャベツがもうこんもり入ってますから、しんなりするまでね煮込みたい。少し煮込んで落ち着いたら豆腐の方を入れていきますね。キャベツが全体スープに浸ってきましたね。僕の場合はこうやって、スプーンですくってもうポコンと入れていきます。はい、結構ね、味が、結構ある、スープなので、こういうね、お豆腐みたいな、もの、厚揚げとかはね、そういったものでもいいんですけども、入れていただくと非常にね、合いますのでね。スープがね、結構これたっぷり入ってますんで、お野菜追加していただいてもすごく美味しくいただけますので、ぜひアレンジしてみてください。じゃあ蓋をしていただいて、で、弱中火ぐらいで10分煮込んでいきます。はい、それではですね、蓋をして10分煮込んだのがこちらです。めっちゃうまそうじゃねえか。このピザ用チーズですね。これを今回はもうどっさり、はい、なぜかというと僕がチーズ大好きだからですね、はい、で、チーズと辛いものってめちゃめちゃ合うんですね。これがね、チーズタッカルビ風の真骨頂なんですよ。これね、甘くて辛いスープにはこのチーズが非常に合う。ちょっと蓋をしてちょっとね沸かしていくんですね。で、チーズがとろっと溶けた瞬間に食べる。はい、それではチーズが 1,2 分で溶けましたので開けてみたいと思います。おお、彩りなんですけども、この糸唐辛子ね、乗せていただいて、ちょっと青が欲しいので青みをね、小ネギを少し散らします。パッケージはないんですけども、ちょっと彩りでちょっとねごま振りたかったんで、ちょっともう独断でごま振ります。あ、うまそうだねこれは。赤から鍋スープで作るチーズダッカルビ鍋の完成です。はい、それではできましたので、これ絶対うまいじゃんこれ。いただきます。チーズの上飛び込みます、私。チーズたっぷりですよ、ここ。食う前から言うけど絶対うまいから。いただきます。あ、これはうまいわ。特徴的なね、スープの味してるんですよね。チーズ超合いますよ。すべてね、甘みのある食材なんですよね。これがですね、また甘みと辛みと旨味のある赤から3番のスープと非常に相性がいい。チューハイですね。3、4人もあるんですけども、全部食います。それぐらいうまいです。豆腐はぜひ入れてください。つまみ鍋としてもやってもらいたい。これでずっと飲めますからね。お野菜は玉ねぎとキャベツがいっぱい入ってますんで、栄養バランス的にも完璧です。赤から3番でしか味わえない、甘みと旨味がすっごい効いたスープ、なかなか再現できないと思う。まだまだ終わらないんですよ。締めですよね、皆さん。鍋といえば締めなんですよ。超簡単にできる締め、皆さんにご紹介したいと思います。はい、ということですね。
やってまいりました。このね、一番お楽しみの時間でございます。残った赤から鍋スープにですね、これでございます。皆さん何かわかりますか？焼きそば麺なんですね。このスープって鶏の旨味とか野菜の旨味とかすっごく染み込んでるんで、ご飯とかでももちろんいいんですけども、今回はですね、中華麺なんですけども、この蒸し麺ですね、これ何がいいかって、別鍋で茹でる必要がないっていうのがめちゃめちゃいいんですよ。これ超楽ですからね。これね、腰を求める本格派の人たちは中華麺茹でてください。茹でる記録がありますので、今回はこの焼きそば麺ということで、もうバサッと入れてください。これぐらいの容量だと、あの2玉ぐらい入れちゃって大丈夫です。はい、ぐすぐす沸かしながら、こうね、焼きそば麺っていうのはもうそもそも火が通ってるんですよ。これ熱湯にくぐらせたり、スープで煮込んだりするとすぐ食べられるんです。ここで追いチーズですね。はい、追いチーズなんです。ここでやばいね、チーズは正義なんで、蓋しないで全然平気です。食べてる間にチーズトロットロに溶けて麺に絡んでいくんで、こうもネギ、ネギパラパラ、ごまね、パラパラっと、この麺とチーズが絡まったところ、これですよ。これ皆さんいただきます。うわ、これはうまいわ。うん、うん、チーズの絡まった麺ね、これさ、反則でしょ。ずっとすすってた。赤から鍋スープを使わないとこの味再現できないと思います。ぜひこの美味しさを共有したいので、皆さんぜひこのレシピやってみてください。はい、ということですね、今回のレシピいかがだったでしょうか。めっちゃ食べたくなったと思うんですけども、こちら赤から鍋3番のね、パッケージに、これ僕ですよ、この、パッケージがですね、10月頃から、店頭にて発売になります。この裏にですね、作らせていただいてた赤からチーズダッカルビ鍋、これがですね、裏にもうレシピ全部載っております。ぜひこちら店頭で見かけたら買っていただいて、僕と一緒に優勝しましょう。よろしくお願いします。